平野紫仕様、神宮寺ゆうたが合流の、とべ、元踏集する、ジャニーズ FC ビジネスのからくり、元キングプリンスへの平野仕様と神宮寺ゆうたが、7月7日に YouTube ライブを生配信。滝沢秀明氏が設立した新芸能事務所、とべ、に合流したことを発表した。この配信では、二人とも元気な笑顔を見せ、視聴者数が100万人を超える場面も、 平日の夜という時間帯にもかかわらず、多くのファンが生配信を楽しんだ。約1ヶ月半ばぶりに表舞台に登場した平野と神宮寺は元気そうでファンも安心したことでしょう。平野、神宮寺ともに同日にインスタグラムのアカウントを開設し、平野は約272番人、7月10日時点以下同、神宮寺は約177番人のフォロワーを集めています。 ちなみに金プリの公式アカウントは約235万人なので、数字の上では平野が金プリを追い抜いた形になりました。スポーツ上記者。復帰早々に大きな話題を集め続けている平野と神宮寺だが、今後の活動についてはライブ活動などを中心に行いたいと話している。実はタッキーはすでにトべのイベントを開くために、東京ドームを抑えているという話もある。 7月14日に配信予定の YouTube ライブさんでは元ジャニーズ JR グループのインパクト大勢の合流が発表されるという噂も現在行っているオーディションもありますし早ければ年末のどこかでお披露目会があると言われているそのスケジュールに合わせて平野と神宮寺それぞれ歌う楽曲も制作しているようで 配信限定ながら世界展開を行っていくつもりのようです。民放関係者。これまでのジャニーズ事務所を退場したアイドルにはない、規格外の動きを見せている平野と神宮寺。インスタグラムアカウントだけでなく、ファンクラブも開設。一時は入会できないファンが出るほどにアクセスが集中する騒ぎを起こした。 7月7日の生配信後午後8時から公式ファンクラブが開設された。すると、入会するために必要な戸辺の会員専用の ID 作成画面にアクセスが集中し、サーバーがダウンして登録できない異常事態に、最長で720分待ちがアナウンスされていました。記念日となる七夕に合わせてファンクラブに介入したいファンが多かったようで、 ツイッターでは混乱する投稿が多く見られました。事務所の社長であるタッキーも公式ツイッターで入会費は77にしたいとの声をいただいております。さております。お約束はできませんが、できる限りの対応を検討しますのでお待ちいただければと思います。と異例のコメントを発表したほど、スポーツ上記者。このファンクラブでは、コンサートチケットの先行受付や、 会員限定のオリジナル動画、さらにデジタル会員賞が発行されるという特典付き。HP には、会費として初年度が6200円税込み、2年目以降が5200円という値段が提示されている。ニュースでも大きく取り上げられたことで、現在も入会者が後を絶たないようだ。 会員番号が付与される仕組みですが、ファンのツイッターの書き込みを見る限りでは、ランダムに数字が振り分けられているようですね。すでに90万台の数字のファンもいるようで、事務所は100万人到達を想定している可能性が高い。現在は会員数は明確に明かされていませんが、この週末だけで40万人近くが登録したという噂も出ています。民放関係者。 これまでは、ジャニーズ事務所が会社の機関事業としてきたファンクラブビジネス。例えば嵐には300万人を超える FC 会員がいると言われており、その収益はジャニーズの主たる収入源だ。2日に都名への所属を発表した元 V6 の三宅県もオフィシャルファンクラブを設立している。タッキーも、ジャニーズの FC ビジネスモデルを踏襲して、 渡辺の運営を行っていくことになりそうだ。単純計算で言えば40万人の登録なら約25億円もの売り上げになる。今後、ライブなどの開催でさらに会員が増えれば、売り上げは倍繰り返しゲームで計上されます。今回、平野と神宮寺はそれぞれ個人事務所を設立し、渡辺と業務提携するエージェント契約になると言われている。 ファンクラブの会費も分配される予定のようで、うまくすれば二人は独立初年度だけで数億円の年収を叩き出すことになりそうです。同情。独立してタッキーと合流することで大きな成功を勝ち取った平野と神宮寺。二人のビジネスはさらに加速していきそうだという。 ファンクラブで発行されたカードには二人の名前が記入されているのですが妙に空白が多いと話題になっている。現在、キンプリーを辞めながらもジャニーズ事務所に残っている岸優太が9月30日に退場しますが、その後に飛べに合流するのは規定路線。岸の名前がそこに刻まれるだろうとファンは予想しています。 そうなると FC 会員もやはり100万人に近く増えていく可能性がある。資金が確保できれば色々いろいろなチャレンジもしやすくなるし、3人にも潤沢なサラリーが支払われるでしょう。すでに海外進出について予算をかけて可能性を模索しているという話もあり、今後はテレビ出演なども含めて元金プリにさらなる動きが出てきそうです。スポーツ上記者。 平野と神流寺の成功を見たら、性果外騒動でボロボロのジャニーズ事務所を辞めて、ト部に合流したいというタレントが続出しそうだ。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。